はい。皆さん、こんにちは。ワタリックルフィッシュです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、ドラマチックモードの続きをプレイしていきたいと思います。はい。では、敵の耐水ヘリですね。これを撃墜していきたいと思います。まずは前方に5本の魚雷というのが迫ってますので、これをかわしてからですね、索敵をして、耐水ヘリを狙い撃ちしていきたいと思います。まずはヘリをかわし、ヘリから放たれた耐水攻撃ですね。これをかわしました。水上艦のジャミングでソナーが効かない状態。10メートルよりも下への潜航は非常に危険ということなので、じゃあまずは、少し浮上しておきましょう。10メートルまで浮上。その後は敵の耐水ヘリですね。これを狙っていきたいと思います。チャフを装填して発射しましょう。命中しましたね。チャフをばらまいている状態なので。とにかくね、見つけ次第、チャフを当てていくと
この作戦で、どこまで、耐水ヘリを混乱させることができるか、見極めていきましょう。まずは、撃墜できたみたいですね。ちょっとこの要領で、もう何発かね、チャフを当てていきたいと思います。さらに、もう一機、耐水ヘリですね。これを落としてますね。はい。チャフをばらまいて、耐水ヘリ、おそらく3機目だと思うんですけども、これもね、撃墜できたんじゃないかなと思います。今度は唯一無限の武器を使用。死に等しいダメージを洋上の全艦艇に与える。大西洋艦隊が二手に分かれて陣形を組み始めているという中、攻撃を仕掛けていくようですね。はい。4艦、アクティブソナーを当ててない、大西洋艦隊、アメリカ軍大西洋艦隊、これにアクティブソナーを当てようということですね。歯向かってくる艦には容赦なく魚雷を撃って構わないということです。では、ちょっと速度を上げつつですね、魚雷が撃てる最大戦速、35ノットで探っていきましょう。もうソナーを撃ちまくっていいのかなと思うんですけど、間にね、敵の艦艇がいたりすると、ソナーが通らないので、ここに関してはですね、もう、ある程度、ダメージ覚悟で中に入り込んでいく、ことをね、していきたいと思います。さては、敵の艦隊の中央部に入ってきました。リンカーンにまずはソナーを当てましたね。残り3隻。ここからはね、ソナーをちょっと乱発しつつ、あと2隻ですね。ホックスにも今当てたので、残り2隻に当てていきましょう。さあ、残り、おそらく敵の左舷に展開している、艦艇だと思うので、ここまでちょっと入り込んで、当てましょう。当てましたね。はい。
というわけで、大西洋艦隊と、まあ、交戦というかですね、アクティブソナーを当て続けるという、まあ、心理ゲームみたいなものを行いました。今回はここまでさせていただいて、次回ですね、おそらく空母ルーズベルトと対決ということになるんでしょうが、そちらをプレイしていきたいと思います。